ニキニキニキゴルフチャンネル。さあ今日も始まりましたニキゴルフチャンネル。じゃあ今日は何をやりますか。はい、今日は先日14から発売されました TB7 というアイアン、こちらを試打してご紹介していきたいと思います。14というとね、うちのイメージすごい強いんですけど。そうですね、世間ではウェッジのイメージは強いかもしれないですけど、14では昨年も TB5 っていうアイアンが爆売れしたっていうところもありまして、今ではアイアンもかなりいいものっていう認知は世間でされてるのかなと思います。まあ、それに続く新機種で今回 TB7 が発売されました。じゃあ早速レッツゴーしますか。そうですね、もう、はい、喋ってもしょうがないんでとりあえず打ちましょう。じゃあ試打場へ行きましょう。レッツゴー。はい、では車上の方に着きましたので早速 TB7 アイアン打っていただきたいと思います。お願いします。はい、 TB7 のアイアンでシャフトの方がモーダス105の S になります。 TB5 と同じで7番もロフト30度になりますので早速打ってみたいと思います。お願いします。構えてみた時に印象を伝えれば教えていただけますか。はい、そうですね、構えた感じは偶数が少なめで、割とストレートネック、ヘッドの大きさはちょっと小ぶりな感じというところですかね。打った感じどうですか。打感すごく柔らかくて打ちやすくいい球出ました。普段もこれぐらい球低いですか。まあ、普段使ってるアイアンがもうちょっとキャビティのアイアン使ってるので、それに比べるとやや打ち出しが低いかなって感じはしますけど、はい、ちょっと低めのドローで飛んでいってる感じですか。はい、でもヘッドが小ぶりシャフだと操作性とかはいいんじゃないですか。そうですね、操作性は多分いいと思います。打ち分けてみたりとかしてもらっていいですか。そうですね、ちょっとやってみます。で、スティンガーショットとか。スティンガーショットで、はい、ちょっと見てみたいです。はい、ちょっとやってみます。じゃあちょっとスティンガー気味でやってみます。低弾道すごいいいですね。そうですね、やっぱりちょっと低めの球は打ちやすい感じがしますね。はい、操作性がいいってことは、はい、どういった方におすすめできるクラブなんですか。ある程度球筋をコントロールしたい人とかにはおすすめかなというふうに思います。特に、まあ、ドローフェードもそうだと思いますし、高さの内訳とかも考える人にとっては使い分けっていうのは、やりやすいクラブなんじゃないかなというふうに思います。普段球が上がりすぎちゃう人もそれだと抑えて打てると思いますか。そうですね、ヘッド的に多分高さちょっと抑え気味に出やすいと思うので、高さがちょっと上がりすぎちゃうよとかっていう人でも少し高さを抑えて方向性とか、まあ、ライン出しみたいな感じの打ち方もしやすいんじゃないかなというふうに感じますね。はい、じゃあ低い球って言われたんで、はい、次はちょっと高い球。はい、頑張ってみます。やっぱり高さすごい出るかってなると、まあほどほどぐらいって感じですかね。はい、感覚的にはじゃあちょっと球上げづらいかなみたいな感じなんですかね。そうですね、まあ良くも悪くも、うん、そんなに上がってかない感じはあるかもしれないです。はい、そしたら、はい、もう一本今回実は別シャフトで TB7 ご用意しているので、じゃあこちらも打ってみていただいてもいいですか。はい、シャフトが FS90IS シャフト、14の純正シャフトですね。そうですね。はい、はい、じゃあ行きます。おー、大ショットですね。そうですね、はい、若干右行きましたけど、高ささっきより上がりましたね、シャフトで。さっきのシャフトと振り比べて感覚的にどうですかね。そうですね、少しモーダス105より軽い感じでちょっとしなり感も感じるイメージですね。はい、実際にさっきに比べても球は上がってますもんね。そうですね、打ち出し角度が上がってますよね。はい、もう一回それ見せてもらってもいいですか。ヘッド、はい、見た目が、はい、かっこいいですね。でもバックフェースもすごいかっこいいですし、このねソールのところもそんなに厚くなくて、僕もねニキゴルフではめちゃくちゃかっこいいって言われるんですけど、さすがにこの TB7 には負けてますかね。いやー、なかなかいい勝負ですけど、どうですか。負けてないですよ。負けてないですか。ありがとうございます。ということで、はい、はい、
では今試打していただきましたけど、はい、印象はどうでしたかね、改めて。そうですね、クラブ的にはヘッドの大きさもちょっとちっちゃめなので、まあ、上級アスリート向けというクラブの中でも打った感じとしては、ただそこまですごい難しいというわけでもないので、まあ、難しすぎず優しすぎず、ただ高さは若干抑え気味なので、高さはちょっと抑えて打ちたいとかライン出して打っていきたいとかっていう人にはおすすめじゃないかなというふうに思います。これあれなんですかね、場合によっては TB5 と TB7 でミックスアイアンみたいにしちゃってもいいんですかね。そうですね、短い番では TB7 にしといて、例えば5番アイアンとかその辺はあの TB5 にするっていうのもありだと思います。まあロフトの設定も同じですしね、はい、そうですね。ではニキゴルフチャンネルではこれからも最新クラブの試打動画どしどし上げていきたいと思いますので、まだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録そして高評価あとコメントもしていただけたらね、すごく嬉しいです。はい、ではまた次の動画で。バイバイ。バイバイ。